岩瀬がマウンド上で6回の裏ジャイアンツは6番の元木からです。初球打ちました、三遊間深いところ、ショートよく抑えた、一塁遠投どうか、アウトです。ショートはこの回久慈に変わっていました。その久慈に打球が飛びました。三遊間の深いところ、福留のあとこの守りからついていた久慈がよく抑えてノーステップスロー踏ん張って投げまして一塁アウト。4月19日が久慈にとって30歳の誕生日です。ですから今ちょっとレフト側からおめでとうというプラカードも見えました。まあ、素晴らしいプレーですね今のはね。そうですね、まあ、今シーズンは福留を育てるということでスタメンはずっと福留に譲っている久慈なんですが、ここはベテランらしい味を見せました。まあ、今シーズンドラゴンズもジャイアンツもショートにその期待のルーキーが入っているんですよ ね、 そうですね、はい、ジャイアンツは二岡、昨日からこのベテラン河合がスタメンに戻ってきています。3球目を打ちましたがファールボール。その ベテランがそのルーキー期待チームの期待のルーキーを迎えて同じポジションを争うというのはその選手にとってはどういう心境なんでしょうかね。まあ、もちろんプロですからポジション1個しかないですからね、はい、負けたくないというのが一番強いでしょうけども、それと同時にやはりあの教えていくということもやってきますからプロですから。そうですね、はいはい、そのチームのやり方とかいろいろありますのでね、それはやっぱり一緒にやりながら競いながら教えていくということですよね、はい、そして試合に出る時にはこうして存在感をアピールしていくというのがベテランになります。河合、ね、はい、はあの先日の広島戦で石井のサヨナラツーランの前、河合が粘ってフォアボールというのが、まあ、あれが彼の持ち味ですからね。そうですね、はい、いいと出ましたよねあれはね、際どいボールをカットしてそうして相手に球数を投げさせてでなんとか出塁しようという気持ちを出します。バッターボックスの河合です。アウトハイ142キロのストレート見ました河合、2エンド2です。ジャイアンツは3回に6点を取った後4回5回とドラゴンズの中継ぎ陣に抑えられています。5回からマウンドに上がっている岩瀬、ボールカウントは2エンド2です。詰まっています、またショートへ久慈正面から一塁へ山崎送って2アウト。福留に代わってこの回からショートの守備に入りました。こちらもドラゴンズの久慈です。バッターボックスは吉原です。5回からマウンドに上がった岩瀬がジャイアンツ打線の流れを止めていますね。非常に身長もそんなにありませんしね、はい、豪快じゃないんですが、投げてるボールは非常にキレがあっていいボール投げてますね、はい、ストレートもいいですし、スライダー気味のカーブも非常にいいところ行きますしね、ゴメス高いバウンド取りまして一塁送球。6回も岩瀬がジャイアンツ打線を3人で抑えましてゲームは7対6のまま6回が終わっています。さあそれでは今日ここまでの試合をハイライトで振り返ってみることにします。まず2回の表今日ジャイアンツ先発は岡島でした。ゴメスが先制のソロホームランを打ちます。そして3回ノーアウトランナー一塁から福留が左中間を破るタイムリーツーベース。そしてランナー三塁一塁となってゴメス今日2本目のホームラン。これでドラゴンズが5対0と大きくリードを取ります。しかしその裏のジャイアンツです。ツーアウトランナーなしからヒットとフォアボールで満塁と攻め立てて清原この打球です。ゴメスがトンネル2点を返します。
2アウト3塁2塁で高橋、これがファースト山崎の前で大きく跳ねましてタイムリーヒット、1点差。河合がレフト線へタイムリーツーベースを打ちましてジャイアンツが逆転。しかし5回です、ゴメスが今日3本目のホームラン、3打席連続ホームランで7対6、ドラゴンズが再逆転に成功しています。さあ試合はこれから7回表ドラゴンズの攻撃、3番の関川からです。そのドラゴンズの三塁側ブルペンではセットアッパーの落合と、そしてストッパーのソン・ドンヨル、ゆっくりと投球練習を始めています。ドラゴンズにとっては1点リードであと3イニング、もう1イニング7回、はい、岩瀬投手が投げて、はい、その次の回から落合投手、ソンとつなぐということでしょうね、はい、きっとね、はい、ですから形がありますからね、はい、なんとかこの試合荒れ模様だった試合逃げ切りを図りたい三塁側のドラゴンズ星野監督です。まあ、それを見越してのショート9時ということですもんね。なるほど、はい、